フェルベールの設計したフェルベール9フェルディナンフェルベールはフランスの航空の先駆者であるリヨンで生まれた軍の士官で軍用機の開発を行った1898年からリリエンタールのグライダーに興味を持ち自らもグライダーを製作したが最初の試みは成功せずオクターブ・シャヌートからの助言を得て1902年に50秒で25ヤードの滑空に成功した エンジン付きの航空機の開発をはじめ、エンジンの出力の不足を補うために、クレーンで飛行機を吊り上げて発進する方法も試みたが、効果はなかった。1905年5月27日にフェルベール6で最初の動力飛行を行い、1 0 0ラム以下の軽量で24馬力を出力するアントワネットエンジンを搭載し、 エンジンの反動トルクを消すために反転プロペラをつけたフェルベール8を製作した。航空に専念するために軍を離れ、アントワネットで航空用エンジンの開発を行った。気球や飛行船が航空の主流である時代に混乱に立ち向かい、飛行機による飛行の実験を行った。1908年7月14日にイシーレムーリネにおいて飛行した。 フェルベールナインは1909年9月15日には9分の飛行で 10km まで飛行距離を伸ばした。1909年9月22日に航空機事故で死亡した。著書に L、アビエーション、セデイビューズ、サンデボラプモンがある。ありがとうございます。